大丈夫だと思う。つけてくれる？パラスティカ。どうも、パラスティカの豆だと澤部です。なんか VR みたいになってるよ、うん、私は説を提唱したいと思う。うん、最近のお菓子、はいはい、いろんな味出すぎて、うん、正直食べただけじゃ何味かわからない説。コンビニとか行くとわかると思うんですけど、いろんな味が出てる。お菓子業界のおふざけが過ぎていると、いろんなコンビニを駆けずり回って、この味は絶対食べただけじゃわからないっていうコンビニのお菓子たちもね、全部で6種類買ってきた。豆田さんにこれらを食べてもらって、うん、当ててほしいでござる。パラスティカ。じゃあ行くよ。はい。基本的に全部スナック菓子買ってきた。うん、なるほどね。うん、じゃあまず一つ目は、はい、こちらに行きます。なんでしょう。まあ、お菓子名言っちゃうと、うん、じゃがりこなんだよね。じゃがりこね、大好き。うん、でしょ。うん。じゃあ、はい、どうぞ。全然わかんない。なんか食べたことある味。チーズっぽい。でもチーズ味はあるからね。ピザ。ピザ味？ピザ味。ピザ味？残念。嘘。正解は、うん、明太チーズもんじゃ味。絶対わかんないよ。もんじゃの味しないもん。心なしかソース。これソースか。なるほどね。ちょっと難しいね。うん。ちょっとカルビーさん考え直してください。これ。そのさ、味のものを私食べたことある？もしかしたら、ないかもしれない。みんながみんな食べたことありますって感じじゃない。ね、うん、うん、あー、なんか美味しい匂いじゃん。メキシカン料理っぽい味だね。料理が味になってんの。スパム？料理だっつってだろ。残念。え、なに？エッグベネディクト味。エッグベネディクトじゃねえじゃん、これ全然。エッグベネディクト食べたことある？ない。ない。こちら、はい、キャラメルコーン。あー、キャラメルコーン大好き。これは分かっちゃうかも。あ、分かったわ。これ簡単。クリームソーダ。ビボーン。美味しい。炭酸のシュワシュワ感がちゃんと出てるし。正解で、こちらです。私が気になっちゃって買ってきちゃった。美味しい。美味しいね、これ。これに何が変わってるんだろう。ベリー系だね。ブルーベリー。ファイナルアンサー。ちょっと怖いな。桃にしよう。ヨーグルト味です。全然違います。これね。はい。はい。はい。エビの味するエビ。海鮮系じゃない？これ。これも料理名だね。ロブスター味。これも料理名だね。ロブスター味。ロブスターは料理名じゃねえぞ。食材だ。コンビニもあったんだけど、どこのコンビニもあって、最初からこれは絶対買おうと思ってたお菓子。こちらです。はい。ベーコン味。でも料理名だっけ。そう、料理名。そんなね、シンプルな名前じゃない。へえ、むずくない？でもなんかお肉の味っていうか、なんかバーベキュー味っぽいんだよね。なんだろう、豚の角煮味とか。豚の角煮味。残念。 BLT ベーコンレタストマトサンド味でした。全然わかんねえじゃん。検証結果、今時のお菓子は味は結構曖昧。パラスティカ。私たちのインスタグラムのアカウント開始の概要欄にあります。はい、でこの動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。はい、以上、パラスティカでした。